やばいやばい。ゴリゴリいるじゃない。え、これ大丈夫なのか？暗くなったぞ。あ。ちょっと待って。いるじゃない。はい、どうも、スリビソの熊岡です。インフリクション、インフリクションか。噛んでんな。続きやっていきたいと思います。遺骨はね、前回撮りまして、今回は写真らしいですね。これは上行っていいのか。赤ちゃんの声が聞こえるぞ。ここか、向こうか、こっちだな。ここ隠れれるんだ。なるほど。よいしょ。あ？あれれれれれれ。なんかノートあったな。よいしょ。これは？June 6, 1986。さあ、これは、子供たちの話だね。いなくなっちゃったんだね。なのか死んじゃったのか分かんないけど、そのいなくなったのことに対して警察から質問を受けたし、それに対してゲリーはずっと飲みっぱなしだから、私しか対応してないよみたいな感じか。この辺隠れれるのか。ないな。お面。写真か。でも電話のとこにあった気がするんだけどな。あ、隠れれる。いや、バレバレだろ。さすがにこれは。ちょっと不穏な音が。隠れる。近づいてる？これ。ちょっと様子見ようか。何の音だこれ。来てるよね。テレビの音これ。違うよな。うん？足音っぽいのが。聞こえるけど。あ、やば。よっしょ。間に合うのかこれ。なんかペタペタ言ってるような気がするけど。あ、走ってたぞ。今ならいけるんじゃ。いないいないいない。違うな。写真どれだ。マジか。ねえな。写真はない。
やばいやばいやばい。すんごい。なんでそんなことが起きる？ポルタガイストか。いやでもこれで来るね。走ってくんじゃねえのか。結構遅れてきたもんな。うん？来ない？皿が落ちたけど。ビールばっかだね。あ、これだ。あれ？これじゃない。いや、ここにはねえな。The police want me to see a grief counselor. And I want you to come with me. あ、やば。Will you come with me? やばい。Why won't you talk to me?間に合うかこれ。おぶねえ。立ってますね。また戻っちゃったな。こりゃ上行けれんぞ。あるか。さっきもこっち来たけど。ないね。火を消してしまった。ないな。それはまずいんじゃねえのか。上にいる。うわ、やば、これはまずい。これ難しいね。これは難しいんじゃない？写真の場所がわからんな。で、隠れる場所は大体わかったけど、こっちから行けんのか？あ、行けないね。電話のところになんか、こういうところに写真あった気がするんだけど、2階かな。開かない。来てはないな。開かないね。こっちはトイレか。ないね。隠れれる場所もねえな。開かないしね。これは何、察しか。いや、ないな。やっぱり1階かな。トイレにはないとして、ないね。開かない。うん？ラジオか。開かない。これなんだ。え？
入り込んだぞ、なんか。おう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 、どこだここ、あの絵の場所か。あ、違う、子供部屋だ。マギーじゃないな、もう一人の男の子の方か。あ、片方だ。他の部分も探そう。ここだ。え？あ、違くない？ I told you I was sleeping. He was out with Maggie getting ice cream. アイスを買いに行ったんだね。I was asleep. Look, my baby boy just died. And I don't know how. あ、疑われたんだ。What kind of God would kill an innocent baby? I didn't kill my son. Yes, I had postnatal depression, but I'm telling you.血だらけで見つかったんだ、6ヶ月の子がね。これは悲しい。事故なのかな？そこら辺の真相を知りたいね。誰だ見てんのは。ここは警察だ。開かない。え、まさかここにも出てくる？あ、嘘でしょ。 An investigation has begun into the tragic death of a 6-month-old baby boy.The father was out with their 6-year-old daughter buying groceries. When they returned home, they found the mother of the child holding the infant in her arms. Authorities have taken the mother in for questioning, but she has since been released. A spokesperson for Thousand Falls PD told us that the death has been ruled accidental. However, the investigation is ongoing. It's believed that faulty nursery equipment may have failed, causing this tragedy. Infocare has issued a full recall on all their bassinets in accordance with the ongoing investigation.Our best wishes and condolences go out to the family involved in this tragedy. なるほど、そのゆりかごの中にいた赤ちゃんが死んでしまって、で、お父さんと娘はいない間だったんだ。だからなんか疑われてしまったんだね。で、セキュリティカードが多分向こうの部屋だな。これか？全部の部屋行けんのかこれ。メモだ。見れんのか。自宅で死亡しているマイケル・パウトを、サラ・パウト、だから息子だね。 6ヶ月の息子をお母さんが見つけた。母親は昼寝をしていただと証言し、物とかした後に息子の部屋に行き、息子の遺体を見つけた。捜査中であるが、なので、ね、事件の原因になったものを特定したと考えている。現段階で捜査班が思う事件の原因が外れている場合、第一容疑者はサラ・パウトになる。マジ？これ誰だ。プリザントフォールズ警察署、ゲリー・ライアン・パウト、泥酔暴行。これが父親か。あ、これ、あ、その時のサラか。わ、サラじゃん。あれ？あらららら、すごい能力持っちゃってる。これはなかなかやばいですね。わお。いいね。で、また子供部屋に戻ってくるんだ。ちょっと、めっちゃ暗くね？うわ、いるな、向こうに。うわ、来るぞ、これ。
これいける？こっち行けないな。あ、やばい。来てるな。ストップ。来てねえか。でも若干近かった気がするけど。信用が消えたね。何？これ来るかな。いや、来ねえな。ちょっと来てる。やばい。お静かに。来てねえか。ちょ、心音に敏感になってんな。ちょっと暗すぎん？いるかい？この中か。ノートがあるけど。いや、今現状ここにはいないな。なんだなんだ？ん？あ、あった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 。暗いな。あら、取り調べ室になった。あら、サラダ。うわ、ぶつける。やば、ゴリゴリだね。いや、何回も殺されてるよ主人公。逃げてる間に隠れると次の策を練る時間稼ぎができます。いやー、結構ポルタガイストがね、驚かしてくれるよね。さあ、お、調査が始まりました。今度はどこだ。一応写真に関しては目標達成になるのか。神の前で着るのにふさわしい衣装を探そう。どんな衣装？どんな衣装よ。神の前でふさわしい衣装なんて、もうこんなんでいいと思うんだけどな。あ、クマちゃんだ。こんなんでいいと思うんだけど、ダメなのかい？よし、まあ多分ここをスタートってことは下だろうね、おそらく。なんかあるかな。さあ、子供部屋だね。ん？音がするけど、開かないね。どこに衣装あるんだろう。なんかノートがあるな。January 11th, 1986.
We just got back from the さあ、とい hospital. うことで、こちらに書いてあるのは産後うつになったっていうことなのかな。1人目の時のは大丈夫だったけど、2人目のマイケルの時に、産後うつになって相談もしたけど、あんまりこう話が通じなかったと、旦那さんとね、ゲリーか。で、これからもゲリーが支えてくれるわと、言っておりますが、その後に起きたことなのかな、そのマイケルの死。ということはなかなか、うつだからっていう理由でね、その追い詰められちゃったのかもしれないけど、Listen to the trees。木に聞こう。燃えてる木でいいのかい？これじゃない。Is this real？ どれが？ヘビ、モアイ、服装でしょ？あら、乳母車になってる。こう隠れるんだよね。ちょっと待って、なんか来てる。いや、特に信用はないからな。大丈夫か。お、やばいやばい。ゴリゴリいるじゃない。え、これ大丈夫なのか？ 暗くなったぞ。お。ちょっと待って。いるじゃない。これ大丈夫じゃんか。いや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 。こんにちは。これダメだろ。普通に。どういう状態？あららら。Little Michael. I'm still not used to the name, but it's starting to grow ああ、on これ me. 出生証明 It's 書か。perfect. And it looks just like you. 電話が取れ Look ない。at your eyes. Oh my, you just keep dying over and over and over. I'm going to let you in on a little secret. He's done it by a なるほどね。sudden burst of light, but only if they don't see it coming. Through the switch, bright light, she can't stand it. だからさっき止まってたんだ。なんだ？飛んだぞ。絵の中だ。すげえ。23rd March 1985. He really surprised me this weekend. He blindfolded me and whisked me off in the car. When he took the blindfold off, I saw this horrible little rundown cabin in the woods. He'd purchased this place from an estate sale of a deceased hunter or something. He wants to fix it up so we'll have our own little romantic getaway. Maggie's staying with the neighbors for the weekend, so I guess I'll make the most of it. なるほどね。これは別荘を買ったんだね、旦那さんが。で、マギーはご近所さんに面倒見てもらっているから、週末は夫婦で楽しく過ごすわと言った絵だね。これなんだ？写真だ。24th March 1985. He's like a changed man out here. At first,
First, I wasn't sure this place is creepy, but last night was simply amazing. Maybe this was a great idea. It just needs a woman's touch. あーと、彼は別人だった。これは夜の営みのことかな。なるほどですね。ということは、マイケル先生は、ここで授かった子なのかな？なんか不穏な音が。斧だね。あ、中での話これ。え？これが喋ってる。あ、これか。どうやって？これ動かしたいな。動かせないのか。下にあるよ。こっちチャリンチャリン行ってんだけど何？あ、鍵があるんだ。どっかに。うん？確かにどっかでチャリンチャリン行ってんな。この奥か。行けないね。何がチャリンチャリン行ってんだろう。斧が取れるわけでもないよな。これいけないね。中で解決するのか。ここで写真かな。いや、なんもねえな。こっちの方で音するんだよね。上か？ここら辺か？いや、ここら辺だな。いや、特に映らないね。こいつ自体をか？うわ。You better hurry. She's here. あ、マジ？え？もう来たじゃん。え？殺されるの早くない？これどっから？どっからです？これ。戻ってきちゃったけど。Listen to the tree。これ結局、あれ？戻ってる。熊だ。あれ？いる？いるかい？Reached a whopping 95 deaths. 60% of those were alcohol related. Maxwell Hume from the Pleasant Falls PD stated that alcohol fueled violence and car wrecks. アルコールによる事件か。 How much needless death does there need to be before we curb our vices? If you suffer from addiction, seek help now. 助けを求めましょうと。
ほどほどにね、飲みましょう。酒ばっかだな。これだよね。結局さっきのやつ死んだのか。すぐ来たやん。そしたらやつ。よいしょ。ラジオ。 25th March 1985. I don't ever want to come back. もう二度と来ない。 Last night there were all kinds of strange noises. I could hear whispering. I think maybe some of the vocals don't want us here. I heard something in the basement and had to investigate. Oh my god. 畜殺場か。 Some really weird shit going on.I appreciate taxidermy as an art form, but this looked like more than that. In the cabins and the history and the strange noises, it'd be a cold day in hell before I'll set foot in here again. This is how those horror movies start. なるほどね。ここはやべえとこだったんだね。自分の体ではないような気分だ。この手紙を書いている間もトランス状態でいるようだ。まるで自分の体の中に閉じ込められているようだ。この儀式の影響だろうか、理性を失っているのか。この小屋の地下室には他に誰もいないのに、ひそひそした話し声が聞こえる。本当に誰か話しているのか、それとも私が狂っているのか。まるで別次元から来るような声だ。それでも私は耐えなければならない。これ誰の、これは日記だね。誰の日記だ。ああ出れるな。残るのは最後の儀式だけだ。かすかに聞こえてた声も理解できるようになった。代償に貴様の長男をいただこうと聞こえた。私はこの小屋の地下室で一人で儀式を進めているけど、今更やめることはできない。私は自分の体も理性も失っている。もうできることは一つしかない。癌という病気は身から削らなければならない。似たように私の毒の心もこの世に存在してはならない。この手紙を読むものよ。決してあの本を読むなよ。今すぐ去れ。デビルって書いてたな、最後。ずっとさ、こっちの方がチャリンチャリン言ってんだよな。あ、道があるな。まあ、ここで、マイケルかな、授かったんだけど。そこの下は畜殺場だったっていうことか。なかなか激しい話だね。起きるか。さあ起きましたが、2階だね。今の目標も衣装を見つける。どこにあるんだ。開かない。うわ、何、屋根裏があるじゃん。やば、雰囲気。この先に衣装があるのかい。ている模様。あった、ベールだ。天使の輪っかと。I'd love to see the bride before the wedding. Get out of here, you. Wait a minute. Come here, you. Now go. You're gonna be late to the altar. あれ？拾えないぞこれ。拾えないんですけど。あ、拾った。目標達成。うわお。ポルターガイスト。いるね。サラが持ってたやつだね。
いや、面白。あ、フラッシュ機能で幽霊の動きを封じることもできるんだ。初耳。さあ、今度はどこに飛ぶんだ？あ、子供部屋に戻ってきたな。まあ、さっきも言ったね、マイケルが授かったのは、このお腹の中に授かったのは、まあ、別荘だったんだけど、一つの畜殺場地下にねあったというところですね。で、次の目標は先祖から引き継いでいるものを探そう。いや、今度はこのマギーの話にもなってくんのかな。いや、面白いですね。どん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 ストーリーが分かってくる、プラスこの怨霊が怒っているところがね、また怖いポイント、追われるポイントっていうのもあって、なかなかやっぱいいゲームですね。いいゲームと言われるだけありますわ、やっぱり。はい、ということで今回はこの辺にしようかな。もしね、少しでもいいと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で終わりです。